ロドリの動画ねえどっちなんだろうなでもまああれがデマかどうかみたいなのねデマだったら最悪だけどもうねディープフェイクって今言うのその映像ね AI で作れちゃうからなでもデマだったらあれだよねシティ公式声明出してそうだよねとかもうあれってさ名誉毀損とかになるからさ普通に裁判の案件だけどねどうなんだろうねでロドリがなんかあの映像がフェイクかそうじゃないかっていうのはもういずれ出ることは置いといて 知らない方は説明するとバロンドールっていうヨロあの、まあ、世界最優秀選手とも言っていいのかなフランスフットボール協会が主催する一番活躍した選手みたいなののやつでロドリーって選手が受賞してで2位が、えー、ビニシウスだったと。でビニシウスが自分受賞すると思ってたけどそうじゃないっていうのが、まあ、写真撮影とかないから分かるからそれでも そののに行くのをキャンセルしたみたみいななやつでそれが問題になってるぜ。で、これ問題が2種類分かれててロードリーじゃなくてビニシウスだろっていう問題となんで式典行かないんだっていう問題これ分けて考えなきゃいけないんだよねこれに関しては行行っった方が立派だけけど行かなななきゃいいいいルールーはないっていうそれこそメッシはロナウドが受賞するってなっても行くしロナウドはメッシが受賞するってなっても行ってたみたいなこれに対してねペップが言ってたのがすごい面白くてこのハーランドの時。 ハーランドの時は、えー、55以上決めてたけど受賞を逃したただ、えー、ペップがね私は彼にハーランドにそこにいるだけでも非常に幸せで満足しないといけないと話しただよ、えー、彼はその場にいて礼を祝福していたっていこのねなんか自然とこれ言えてるというかこれって教育だなって思ったんですよねそのこれ話したってことはちょっとハーランドもはーってなって行きたくねって言ったのかなみたいなのも思うしその時にね自分がボスとしてる人がいやそり ね、50ゴール取ってさバロンドール取れないのつらいかもしれないけどそこにさもうノミネートされてるだけですごいんだよっつって俺だって取ってないわけだしさって言ったらさ「そうっすよね」っつっていくじゃんそれがねそれをさらっと言ってるペップというかそこの教育的なその一言の教育力みたいなのすごい感じるなと思いましたねでこのね きついことをきちんと言えるとか言うべきことをちゃんと言える力みたいなところが僕は今のマドリーって機能してるかどうかがアンチェロッティがどのくらいできてんだろうねそれこそビニシューズとエンバペが全然守備戻んなくてダラダラ歩いててみたいなシーンとかいろいろ出てくるじゃんとか、まあ、最近のねエンバペの、ね、パフォーマンスだったりとかビニシューズが一番いい時に比べて守備全然しないしなんか普通にボール取られただけなのに審判に怒ってるみたいな。でね そそれこそビニシウスを応援する仲間たちの思いみたいなのは全然いいと思うんだけどなんかそのサッカー政治だみたいなとかそういうなんかこうコメント自体にもトゲあるっていうかちょっとビニシウスをなんかビニシウス推しすぎるというか盲目感感感があるるコメントもちょっと違和感感じるよねでこので僕自身はじゃあバロンドールどっちであるべきかみたいなのは僕はあのクロースと一緒で全然個人賞とかバロンドール興味ないというかまあ もっと具体的に言うと僕は興味ないけどサッカー界が盛り上がるんならこういう賞必要だろうなって思うんですよねだってバロンドールってだけでみんなこういう,うに盛り上がってさ誰が取るんだ誰が取らなかったんだっていうのであの話題になるじゃないですかそれがすごい重要だと思ってて何なら日本でもこういうことできないのかなみたいないろんな、ね、記者が投票してでもこのバロンドールはね世界中でね記者の人が、えっと、180人だったかな投票権持っててそうバロンドールはフィアランキング100以上の国の 記者180人が投票権持ってるでこれさみんなさ「バロンドール誰だ?」問題いや絶対だビニシウスは絶対ロードリーだいやカルバハルだベリンガムだとかいろいろ話あるじゃんこれさちゃんと投票システム分かってる人多分少ないよね今投票システムちゃんと説明できる人ってこれ2,000人以上見てくれてるけど多分ね数人だと思うんですよ説明できて一応今期の選び方ねまず査定は2024年とかじゃなくて202324シーズンの,そのこのシーズンの やつで考えるとでフェアランキング100以上の国の記者180人が1位2位3位でポイントを151210、えー、ポイントで割り振るみたいなで総合ポイント最も高い選手が受賞するみたいな編集部があらかじめさ、えー、選定した30人だこれがノミネートだよねだからそのまずノミネートの時点であの人入っててないんかよ絶対出てくるでしょでその後各個人の記者が1位2位3位割り振るからその人たちの好みも出てくるでしょ。で この、えー、他のコメントとかであったのが結局マドリーの選手がいっぱいノミネートされてるそれが票が割れる原因になったからビニシウスが不利だったみたいなこれさうんってなった人いるちゃんとこれそれってマドリー好きの人はマドリー入れますよって言ってる感じだよねなんかだって別にさだ例えばシティ好きだがみんなロドリー入れたからみたいなでマドリー好きはマドリーの選手入れようと思って割れたからみたいなっていうことなんかさらっと言ってないかこれみたいな 俺の解釈違ったらごめんなんだけど俺はそう思っちゃったなあれ読んででその評価基準よこの評価基準の中にえ個人の結果チームとして収めた結果であと品格およびフェアプレイ精神であるんだよっていうのを基準として選んでねって言ってるけど別に個人ポイントで1位この人とかじゃないからその3つのやつをさ個人の中でじゃあこの人かなみたいなところで1位2位3位ってやるわけじゃんで品格っていう話になるとさ じゃあビニシュース取れなないよよねねってなるんだよ、ね、この式典に参加しない時点で品格はないって話じゃんその人の行動に他者へのリスペクトあるかどうかみたいなところだ品格って品ないなっていうのは基本的にさ他の人が下品だって思うことだからで言うと今回の結果を後押しすることにこれになっちゃうんだよねで僕はまあ言いたいのはバロンドールってそういうエンタメだよっていう話でだって無理だもん 180人記者いてその人たちが1位2位3位を言ったらほぼ好みで選ぶわけじゃん。でそれの総合ポイントの1位みたいな。だけどさその個人としての結果ってじゃああの人得点取ってたからっていうのとあの人ちゃんと失点防いでたからっていうのってどう判断するのっていうそれ結構きつくないキーパーとフォワードとかフォワードとディフェンスとかさウイングとボランチ一緒に評価するの無理じゃないっていう。でもここうういがうがあるるとによっって盛り上がるんだったら ななんかそこを真面目に捉えない人僕めちゃくちゃ今真面目に捉えてるじゃないですかこのポイントでこうなってこうなるから矛盾あるよってもう上げてったら切れないんですよだから真面目に捉えない人たちが今年バロンドール誰だって盛り上がるってだけなのかなみたいな。で僕はバロンドールをもうちょっと納得いうものをするんだったら1位以外の権威上げが必要だと思いますね。そそれこそ フォワードとサイドバックさ、どっちもいい選手でさ、どっちの方がいいって決めなきゃいけないのがバロン取ルじゃん。だって、俺、ビニシウスとロドリー、どっちがいい選手って言われて、俺、答えられないんだけど。答えられるみんな。で、俺、どこかっていうので品格ってところでもう今回ちゃんと出席してないもんなとか、レフリーへの抗議ビニシウスの方が多いなって。でも、でも得点取ってのビニシウスだしなみたいな。無理じゃない。ちゃんと査定なんて無理だよ、同じポジションの。だって、お笑い芸人でもさ、 めちゃくちゃコントやる人めちゃくちゃトークする人めちゃくちゃ一発ギャグやる人でさ無理じゃんどっちがすごいとかさそうだからもうちょっとあれするんだったらポジションごとにするとかそれでバロンドール11っていうのを出してその中で一番ポイントを買ったのはこの人ですよみたいな言い方になる、ね、でもそれってさ今のバロンドールの盛り上がりできるかっていう右ウイング部門1位サラ左ウイング部門1位ビニシウスみたいなフォワード部門1位レバンドスキーとか。 トップした部門1位誰誰みたいなやっていくじゃんで右サイドバック部門1位カルバハルっつって「今年のバロンドルイレブンこれです」で「俺はこっちの方が好きなんだけどでこの中で一番ポイント数多かったのはロドリでした」みたいなそれってなんかさ複雑というかさなんかその全体のそのイレブンの賢い上げをしてる分さ個人のババンロドリババンメッシババンロナウドがないじゃん。 ってなるといかに単純化していかに「はいバロンドールすごい権威あるでしょはい1位ロドリーお疲れ」がいいわけでしょってなるとそんなに真面目になることなのかなって正直その客観的にこうものすごいあえて俗っぽいかすどうでもいい側の立場だそう思うんだよねでもこれが選ばれたロドリーのあの感動的なスピーチプラス選ばれなくて あの怒ったビニシュースのこの行動が逆にバロンドールってものの価値上げてんなっていうバロンドールって大ごとだっていうでそれによって俺も小取り上げてもより一層その大ごとの一つに加担してるしねだってバロンドールってもともとはタイトル取れなかったりしたいい選手をこの選手いい選手だよねっていうのを記者さんが伝えるためにやったやつなんだよねそれがいつの間にかね権威化していつの間にかねこう商業的にも利用されるものになってんだよね あ欠席したロナウドも欠席してるしその欠席の仕方とかニュースになるとかあと時代もありますよねだって今さ民意のパワーが半端ないじゃん昔だったらさ忘れることがさ SNS でも暴力震える時代になってるからねあともう一つこの話で言いたかったのが例えばあのロドリノがフェイク動画だとするもしくはフェイク動画じゃない でビニシウスのこれがもしかしたらいろんな事情あったかもしんないけどねいろんな事情あって欠席したのがビニシウスがただわがままだったり怒ったってだけされてるとかまあいろいろあるじゃんこういうの含めて全部こういうゴシップがみんな好きじゃん結局人事が好きだし人と人とのそういうドロドロしたドラマが好きじゃんっていうのを注目される言ったらサッカー選手ってよりスーパースターなんだよね向こうは。 日本はまだサッカー選手なんだよねその規模にできてるそのエンタメ感とか羨ましいよね<う>であの名前読まないからこういうの挙げさせてほしいんだけど例えば「受賞しないと分かった時点でビに来ないのカスなんでしょ」って言うじゃんこれがそんなに強い言葉使うほどのことなのかって俺思ってああ来たくなかったんだなっていう <laughs> ああ来たくないんだな、ね、来る方が立派だけどでも来たくないのも分かるよなっていうだって だってビニシウスを1日ぐらい拘束するわけでしょ、そのフランス呼んでみたいな、いろいろやってみたいな。ビニシウスをだよ、年間100億とか稼いでるでしょ、多分、年俸とか以外でも全部でいうとそのいろんな肖像権とか。そのビニシウスさんをさ、1日拘束するわけよ、ハーランドとかも来てない、その人たちを拘束するって、いくらギャラってどういうさ、段取り組まなきゃいけなくてとかあるわけじゃん。普通 ちょあ別に業界の人じゃなくても分かるでしょすごいタレントさんを1日もしくは半日拘束するのってすごい大変じゃん。っていうのにバロンドールってフランスのこの雑誌社がこれだけの選手たちを拘束する膨大なギャラ払えてるわけないじゃん。っていう風になると結構それって個人の自由なんじゃねっていう。で、それを例えば受賞するにしてもしないにしても来てる人たち立派だよ。でも来てないのももうそんなもんじゃねみたいな。 そうだから俺本当にいろいろ話題でいろいろ喋った方がそれこそあの僕は YouTuber で皆さんが見に来てくれるってことは僕自身相当嫌なことだったら喋んないけど基本自分のこだわりで人が聞きたいいものを提示しないみたいしないなしんですよみんなが見たいって思って喋ってくれって思うから日本代表戦やるしだからプレミアやるしだから手話ボの話は抑えめになるんですよ。 俺本当だったら好きなことだけ話してっつったらずっとシュワボの話してますからね僕シュワボと猫とかの話で溢れ返りますよ <laughs> プロレスとかだけどなんでかっていうとみんなが聞きたいと思ってくれてるのがこの話題だろうからなっていうので話すわけじゃないですかってなるとそのめちゃくちゃなんかこのバロンドールにのめり込み各選手の応援にのめり込みその熱くなる気持ちは大事それによってエンタメが生まれるかだけどそういうふうにビニシュースがカスだとかロドリーなんてビニシュースより下だとかなんかそこの 激論して傷つけ合うほどのことじゃないぞ、バロンドールでってっていう。っていうのを一番言いたかったね。なんかそういう、みんないい選手。<laughs> なんか平和主義なこと言いたくないんだけど、え、だって、世界で30位以内に入る選手ってすごくないそのぐらいの <laughs>、そのぐらいの感じ。これ、ね、異端な意見に聞こえるかもしれないけど、結構普通のこと言って異端に聞こえちゃうぐらい、 熱くなりすぎよっていうバロンドールにそれがバロンドールのブランディングのせいかだからここで言いたいのはバロンドール作ってここまでした人すごいねって話だねすごくねだってみんなみんな自分が作ってさ何々賞みたいなさ作ってここまで世界中がさ今年のあの賞取るの誰だってできないじゃん俺やりたくないもんねレオザ賞とかいちいち「何でレオザ賞ロドリなんすか」みたいな言われたくないもんねで僕ははもうバロンドールは 構造ととしてて位を完璧に決めるなんて無理だと思ってるんでってなると、まあ、その年一番なんか記者のハあそうあこれでいいわだから結論その年一番記者180人のハートを掴んだ人賞 <laughs> バロンドールって言うとかっこいいじゃん違う世界中の記者180人が今年一番グッとし来た人ランキング <laughs> っていうともっと冷静になれるじゃん。 世界一グッときた人ランキング1位ロードリでよくないっていう <laughs> グッときたんだなっていうさ確かにグッときたじゃんロードリにでグッとくるスピーチもしてたし俺もだってロードリすげえって何回も言ったもんねそうだよねだからすげえってレオ座賞作るんだったら生配信ですげえって選手のことを褒めた数をなんかカウントしてそれを最後にスタッフからもらいたいね誰に何回すごいって言ったかみたいな そうバロンドールってかっこよすぎんだよな俺もリリックン使ってるし世界中の記者の中で一番グッときた人賞これでいいねまあ、うん、いいよなみんな熱くなってるってそれ別に俺がニヒリズムじゃないよこれ別にそう俺もサッカー熱くなるしただバロンドールに関してはいやいや最初から無理だろっていうその一番ロードリーすげえグッときたよっつってでビニシウスもいいゴール決めてたねでうん1位じゃないならいかないいやそれゃそうだよねそんなギャラもらってねえもんなっていう <laughs> くらいかな怒られるのかなこれ そ,うだそれぞれがそれぞれのねバロンドール作ろうぜ <laughs> なんか素敵なうん <laughs> 君が思うバロンドールは誰だいというわけでありがとうございましたよかったらいいねチャンネル登録してまた見に来てくださいあれロドリのスピーチよかったねヤマルのね君努力したら次は君だみたいなあれベツクラブの選手にわざわざねう、まあ、スペイン同士だけどねそこ感動したよな ちょっとヤマルがさバルサ見てる人分かるだろうけどちょっと切り替え緩くなったりスターメンタル悪い本出てるじゃんで俺言ってたやつ覚えてるあのヤマルも内側入るようになるぞっていう絶対にウイングでスターになってくるとなんか中入ってくるようになるんだっていうこれが出てきてるからねちゃんと組んでが上がる時入ってるとかじゃないからこのタイミングののどりのヤマル君は努力するべきなんだよみたいな君のような才能のある選手はここに行くべきなんだみたいないいなって思いましたね 俺が俺信じてるか俺が信じてみんな絶対やれるよ最高よ <laughs> 選手が自分の最大能力を出せるような環境を作るそれをこれからやっていきます俺が自信を持って選んだメンバーこれだったら紹介します <laughs>